アラがとうこんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、メルペイ今後の展開、ペイペイとラインペイでセキュリティ強化、au ペイも参画へということで、今回はメルペイカンファレンスというイベントが開催されていたので、僕もそのライブ配信を YouTube で見ていました。まあそれについて簡単にまとめましたので、サクッとお伝えしていこうと思います。 ということで、まず一つ目なんですけども、キャッシュレス消費者還元最大5%還元、各個加盟店もということで、10月のキャッシュレス消費者還元で最大5%が還元されるっていうのは、僕の動画でもちょくちょくお伝えしてると思います。そして今回は、消費者の方だけではなくて、なんと、加盟店の決済の手数料が0%、かつ、 コード決済利用額の5%が加盟店様にキャッシュバックがされるということになりました。まあ、ちなみに、メルペイのコード決済を申し込んだお店っていうのは通常1.5%の手数料なんですけども。 ま、それが加盟店手数料が0%になって、月当たり3000円が上限となるんですが、決済金額の5%分が加盟店さんにキャッシュバックがされるということですね。まあ、なので今回の発表では、消費者の方というよりかは、加盟店さんに向けた感じのことをお伝え、あの、言ってましたね。 次2つ目っていうのが不正利用対策ということでまあ今回こちらセキュリティ関連なんですけども今回は PayPay、LINEPay そしてメルペイが連携してキャッシュレス推進協議会および他の事業者様とも連携して業界を横断でお客様に安心安全なサービスを提供するということでした、まあ、ここ最近はスマホ決済のセキュリティに対しての懸念点がすごい目立つところではあるんですが今回のこの3社が連携してさらにセキュリティを強化するということでした ちなみにこのイベント中にペイペイ、ラインペイ、メルペイの3社の社長さんが途中出てきて結構なんか不思議な感じでしたね。次3つ目はメルペイでふるさと納税が可能にということで、なんとですね、メルペイでもふるさと納税ができるようになるんですよね。まあ今回ふるさとチョイスという企業さんと連携してふるさと納税ができるようになるということでした。これいいですよね。メルカリで不要なものを売って納税もできるというのはまあ結構面白いなというふうに思いました。まあちなみにこれは11月以降となっています。 丸4番、KDDI が三角ということで、もともとメルペイは LINEPay や D 払いのパートナーシップでもあったんですが、なんと今回から KDDI も加わるということでした。なので、今後はメルペイ、LINEPay、D 払い、AUPay、この4社が店舗や事業者などにその導入を進めていくという流れですね。5つ目、9もメルペイということで、元々メルペイを使う時っていうのは銀行口座からメルペイにお金を移す作業が必要だったと思うんですが、今回はそうではなくて、もらうお給料などを直接メルペイに メルペイに入金が可能になるということでした、まあ、それを導入される企業さんというのは、まあ、フリーランスの方とかが利用される方多いかもしれませんが今出ているクラウドワークス、ビザスク、ランサーズこの3社ということですね、まあ、これはもうメルペイのヘビーユーザーの方であればいいのかなというふうに思いますね次6つ目というのがメルペイの後払いの分割決済が可能にということでこの後払いに関してはキャンペーン含めて使われている方も中にはいらっしゃるかと思うんですがそれが今回は分割ができるようになるということですね もともとは使った次の月に一括決済だったと思うんですがこれからは数ヶ月に何回かに分けて後払いができるようになるということでしたまあ分割などの手数料などは出ていませんでしたがまあうまく使えばクレジットカードの分割などと比較したら使いやすさはありそうですねまあとちょっとしたリボ払いとかにもちょっと似てるかなというふうに思いました最後7つ目というのは50以上を超える EC サイトメルペイでネット決済が可能にということこれは主にファッションに関するサイトでメルペイ メルペイというよりかメルカリ自体は結構女性の方のユーザー層が多い印象なので、まあ、ファッションに興味ある方からしたら結構いいのかなというふうに思いましたね。 という感じに、ざっとですが、7つ紹介させていただきました。キャッシュレス消費者還元、不正利用対策、ふるさと納税が可能、KDDI が参画、給与もメルペ後払いの分割決済が対応50以上を超える EC サイトということでしたね。まだありましたが、ちょっとこれぐらいにしておきます。まあ僕がこの中でもいいなと思ったのは、まあ、不正利用対策と、ふるさと納税について興味を持ちましたね。やっぱり、使うユーザーが増えない一つの理由としても、セキュリティ面はあると思うので、それをペイペイ、ライ l i n e メルペイの強力な3社で連携したら、 さららに顧客かのまああとはふるさと納税に関してはこれは意外でしたね結構楽天市場とかでふるさと納税はしたことあるんですけどももしメルペで決済ができるならちょっと視野が広がる印象でした まあそんなこんなで今回はメルペイ今後の展開についてサクッと紹介させていただきました。やっぱりメルペイの強みっていうのはフリマアプリのメルカリがあるので、物とお金の循環が本当自在にできるということですね。しかもメルカリも若いユーザーが圧倒的に多いので、まあさらなるキャッシュレス決済の可能性を感じました。まあちなみに今回のメルペイカンファレンスでも言っていたんですが、 今後もキャンペーンに関してはバンバンやっていくということを明言されていたので、またそれも楽しみに待ちたいなと思います。まあ、今回あったメルペイのプレスリリースに関してのリンクも下の概要欄に貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。